ピョンちゃん、ピョンちゃん、ピョンちゃんオリンピック。失礼しました。ついあのプライベートな姿を晒してしまいました。というわけで、あのアラックス TV さんより回ってきました年末タグゲーム。というわけで、年末タグゲームとは、YouTuber 同士の、あのチェーンメールみたいな感じでいろんな質問を回していくというゲームらしいんですけれども、あの YouTuber のミメイさんより、回ってきたタグゲームというのが、あるので、いろんな質問に答えていきたいと思います。まず最初の質問、タイムマシーンがあれば2014年のいつに戻りたいかという質問なんですが、逆にどこだと思う？まあいろいろありましたけれども、そうですね、まあ一番思い出に残ってるのはね、私の動画にあります、あの宗谷岬から東京まで徒歩で上京したっていうやつの、まあ、ゴールした次の日とかですかね。はい、やりきったなーなんつって充実してたと思います。続きまして、2014年が終わる前にやり残したこと、やり残したことといえばもうこれしかないでしょう。そう、売れること。いや、売れるの忘れてたわ、2014年。ねえ。2015年をなんとか、売れたいと思います。ぴょんちゃん、ぴょんぴょんちゃん、ぴょんちゃんオリンピック。そして、続いての質問、皆さんにおすすめの曲はということで、こちらかかってますね。構成作家の平島太郎というやつに作ってもらった我々コンマ2センチのテーマソング、こける男の歌、こちらね、リンクも貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして、今年好きなものはベスト3ということなんですが、まあ、バーガーキングのワッパ食べ放題ってちょっとバーガーキングハマったなあ。とはネジ式ですね、ラーメンの、ネジ式むっちゃいったな。あとはバインですかね。宗谷岬、これが本州食う。そして来年挑戦したいこと、まあいろいろありますけども、なんとか2014年以上に、テレビラジオなどいろんなメディアで活躍して皆様にお会いできるっていうのをね、チャレンジしてみたいと思います。そして最後、次に回す人はお前だ、お前ね、三四郎、いやお肉四三郎、お前だ、お前に回すので、いろんな質問に答えてちょうだい。それでは皆さん、ぴょんぴょん、ぴょんちゃん、ぴょんちゃん、ぴょんちゃんオリンピック、バイバイ。